シボレー・シェベルは1964年から1977年にかけて製造された中型自動車であり、この間、ゼネラルモーターズ社が製造し、最も成功を収めた車の一つである。65シェベルにドアハードトップ66度に、ドアコンバーチブルマリブ SS396 初代。シェベルは1963年に、64イヤーモデルとしてデビューした。車種は、 ペリメーター型の GM の A プラットフォームを改良したものをベースとしており、モンテカルロにも流用された。シェベルは同サイズのフォードフェアレーンに対抗することを意図して開発されたが、当初はシボレーがかんばしい販売実績を上げていた、シボレーノバの新型として販売される予定であった。スタイルは大衆車らしい、シンプルかつクリーンな面構成で、装飾の類も控えめである。 シェベルのラインナップは経済的なファミリーカーからパワフルなハイパフォーマンスモデルまでをモカバーし、ボディタイプも2ドアがクーペ、ハードトップ、コンバーチブル、セダン、ステーションワゴン、4ドアがセダン、ステーションワゴンと非常に多岐に及んでいる。さらにピックアップトラックであるエルカミーノも2代目はこのシェベルをベースとしており、フロントマスクや内装の衣装にも 共通点が多い。購買層の多くは、シェベルを経済的で手頃な値段のファミリーカーと捉えていた。現に、シェベルは5人乗りの家族向けの大きさで、パワーステアリング、パワーブレーキ、オートマチックトランスミッション、エアコン、ステレオなどの人気装備が整った車であった。1964年初頭と1965年、ハイパフォーマンスモデルには、 マリブ SS のサブネームが付けられていた。二代目シェベルにドアハードトップ SS396、同にドアハードトップマリブ1967年発表の68、イヤーモデルでフルモデルチェンジを受けた。一方、ハイパフォーマンスモデルはシェベルマリブ SS からシェベル SS へと解消され、このモデルによってシボレーはマッスルカー市場に本格的に打って出ることとなった。 これに伴い、二ドアハードトップのスタイルは、コークボトルラインのセミファストバックとされた。SS396 の名でシリーズ化されたシェベル SS は、ハイパフォーマンスモデルとして、独自のエンジンを持っていた。327立方インチ、350立方インチ、396立方インチの各ボルト8がそれである。1970年以前は、 中型車のエンジンは400立方インチを超えて搭載しないことにしていたが、1968年、1969年はコポと呼ばれる販売戦略を採用していた。つまり、レース用として使用するためのディーラーへの注文として、それ以上の大きなエンジンを搭載することが可能であったのである。1969年発表の70イヤーモデルから、 ハードトップのリアクォーターウィンドウトリアピラーの形状が変更され、斜め後方視界が改善された。1970年の71イヤーモデルでフェースリフトが行われ、ヘッドランプが丸型二等となった。また、SS454 がラインナップされたことで、コポは実質的に無力となった。この V8、454立方インチ、450馬力エンジンの 搭載は、シェベルの伝説となった。307立方インチのエンジンは排出ガス規制が導入されたカリフォルニア州での販売が打ち切られた。1972年は270馬力の454エンジンが搭載されると同時に、第2世代生産最後の年となった。3代目シェベルラグナクーペドーマリブクラシック、ランドークーペ1972年。 フルモデルチェンジで3代目となる。コンバーチブルが廃止され、2ドアボディは大きなリアクオーターウィンドウが目立つ、コロナードハードトップのみとなった。これは B ピラーを持つ、いわゆるピラードハードトップで、実質的な構造はクーペである。フロントサスペンションにはカマロをベースとしたものが採用され、一定の進歩は見られたが、新しいスタイリングはユーザーの要望を満たすには至らなかった。 新しいシェーベルは、廉価版のシボレーデラックス、両半グレードのマリブ、上級グレードのラグナに分けられ、SS も73イヤーモデルまでは、マリブクーペとステーションワゴンに設定されていた。74イヤーモデルでは、シボレーデラックスの廃止で、マリブがエントリーモデルへと格下げされ、ラグナが SS と置き換えられると同時に、454エンジンが搭載された最後のモデルイヤーとなった。 また、異なるフロントエンドのスタイリングを持つラグナ S3、クーペが追加され、この社名と形状でナスカーにも参戦したが、販売は低調であった。1976年にフェイスリフトを受けた77イヤーモデルが発表されるが、ボディ形状はセダンとクーペのみ、グレードもラグナとラグナクラシックのみへと縮小され、他廃止された。外観では、 上下2段に配置された、角形4等式ヘッドランプと、クーペのランドートップや、オペラウィンドウが目立つ。1978年、シェベルは、生産が中止され、後継者には、初代シェベルから最上級モデルに用いられていた、マリブの名が冠された。エルカミーノは、これ以降、他車種の車種にスイッチしながら1987年まで、生産、販売が続けられている。 ありがとうございます。